培養槽番号 K423。 そう、ここだよ。ここが私の起源、私たちの起源だよ。シーリンは命の最後にやり直したいと違う始まりを願った。その願いから私たちは生まれた。生まれた？美化が上手だな。これがあの男の汚らわしい罪だと忘れたのか。かわいそうなシーリン、死んだ後も安らかに眠れなかった。人類は彼女の遺体を奪い、そのコアを分割し、彼女が存在した痕跡を実験台の数字にした。奴がお前と私を作ったのもその欲望を満たすためだ。自分の目的を果たすためにお前の周りの人たちを操ってもてあそんでいた。でも止めようとしてくれた人もいた。あのバカバカしい計画を、悲劇が再び起きることを止めようとした人たちがいたんだ。彼らの選択が最初の変化をもたらした。静かに、守衛に気づかれないようにしてくれよ。彼女を助けた後、彼女はどこへ行くの？ネゲントロピーの人間が彼女を引き取るさ。私たちと一緒に来れないの？彼女に会いに行くことはできる。じゃあ、なんて呼べばいいかな？名前は？私とそっくりだから思っていい？どうだろうな。ジークフリート、またこの男だ。お前という偽物を助けるために彼は本当の娘を失った。皮肉だな。彼は幸せな家庭を、人生を持っていたのに、シーリンとお前は彼にとって最も大事な二人を奪った。私はその罪悪感からこの記憶に向き合おうとしなかった。そして私の弱さはあんたにチャンスを作った。でもあの人たちがくれた善意を私は忘れたくないし、忘れるべきでもなかった。私は K423、 天命が作った律者実験体。あの時の私は真っ白で、この世界に対して何も知らなかった。でもあの人たちが危険を冒して私を助けに来てくれたからこそ、私は誰かに認められる人類になれた。それが全ての原点だよ。ふん、バカバカしい。そんなにこの培養槽が好きなら、ここをお前の墓にするのはどうだ？誕生の話をしたから、その後の話も見てみようじゃないか。ああ、懐かしい景色だな。ここを覚えているか？東シベリア2010年、私が初めて覚醒しこの体を支配した日だ。あの男が娘を失った後、お前を渡すことを拒み、お前を連れてここに隠れた。ネゲントロピーも天命もお前を探していた。彼らは突撃隊を派遣したが、
残念ながらお前に気づかれた。その後何があったかお前は決して忘れない。そうだろ。あんたは私の中で私の孤独と恐怖を養分にしてた。私が一番弱ってる時にあんたはその隙を狙って体を奪った。ああ、私はこの人間たちを全員殺したんだ。あのバルキリーたち、あまりにもしつこいから殺した。あの隊長、私を攻撃することもできたが、お前が子供だということに気づいた時、彼女は迷った。その結果命を落とした。それとお前の父親、あの男はベラとシーリンに害を与えたから、私は迷わず彼の腕を切り落とし、炎の反税を受けた彼を放置した。彼はあの剣で私たちを殺せたのに、そうしなかった。できなかったんだ。お前を娘として見ていたから。全部お前のせいだ。恥ずかしいと思わないのか？平凡？幸せ？愛？お前にそんな資格はない。お前は悲劇だけを生み落とすからだ。この雪原で起きたことのように。最初からやり直す。なぜそんな甘い考えを持つ。世界はお前に悪意だけを見せる。なぜなら、お前の存在こそが世界への脅威だからだ。そばにずっといる約束を守れそうにない。だが覚えててくれ。俺はずっとお前を愛してる。パパ、何言ってるの？心配いらない。俺は無事だ。こうするのはお前を守るためだ。許してくれ、キアナ。どこに行くの？嫌だ、行かないで。キアナ、約束しただろう。カスラナ家の戦士は全てを犠牲にしてでも誰かを守ると。お前ならきっと俺よりうまくやれると信じてる。お前は彼女に負けない。絶対にだ。だってお前は俺の娘なんだから。パパは最後まで私を娘だと思ってくれた。あんたの存在を知ってるのに私に名前をくれた。戦うことと自分の力で最愛の人を守ることを教えてくれた。私から距離を取ったのも私を守るためだった。あんたはパパを憎んでるから、近づくことで覚醒するきっかけになると気づいてたんだ。だからパパは私を友達に託して陰で私を守ってた。今思い返せば、最初の流浪生活もきっとパパが守ってくれてたはずだよ。それからメイ先輩やブローニャと出会って、セイフレイヤに来て、テレサ、委員長、姫子先生に出会った。そして美しい世界を守るために戦うと誓った。パパがいなかったら今の私もいない。それにパパとの約束もあるから、絶対にあんたには負けない。セイフレイヤ、
そのすべてを壊したのはお前じゃないか。そうだ、そろそろこの話に入ろう。お前の最も苦しい思い出、受け入れられない事実。ここを覚えているか？ああ、忘れるわけがないな。10分後、彼女は死んでしまう。お前はいつもこの話題から逃げようとする。人形の前でもそうだったし、今もそう。だがお前は分かっている。あの時、私は確実に彼女を殺した。ああ、いいことを思いついた。ここで彼女を怪我させれば、彼女は前線に出ることなく、犠牲になることもない。お前も満足する。どうだ？私は優しいな。そうはさせない！ただの記憶の中の話で現実が変わることはないというのに、本気になってどうする。お前の望み通り、彼女はまた戦場に行き、全力をかけて何の意味もなく死んで敗者になる。姫子先生は敗者なんかじゃない。じゃあ彼女が何を救ったのか言ってみろ。彼女が死んだ後、聖フレイヤはバラバラとなって、学園からは人が去り、名前だけが残った。ライデン・メイはお前を裏切った。ブローニャもお前から離れることになる。違う、彼女たちは私を助けてくれた。姫子先生は私を助けてくれたんだ。彼女はお前に呪いをかけた。この全てを終わらせるチャンスはあった。そうだろ？あの日、炎に包まれた天球師で、お前は銃で命を終わらせようとした。トリガーを引くことはできたが、お前はそうしなかった。なぜなら、お前は生き延びようとしたから。あの女が生きろと言ったからだ。一生続く自責の念と罪悪感を覚えながら、それこそが、お前が私から永遠に逃れられない理由だ。彼女はお前を救ったが、お前の心に呪いをかけた。それは永遠に癒えない傷、永遠に拭い去ることのできない後悔。彼女の執念はここにある。そろそろ決着をつける時だ。
クレイグジェム、懐かしい感触だ。シーリンは6つのジェムを持っていたが、今はその半分しか残っていない。だがそれもさまつなこと、私が全部奪い返してやる。私はあんたを止める。お前にはできない。一つ教えてやろう。さっき見た階層の中で私に殺されたあの突撃隊の隊長のことを覚えているか。彼女の名前はラグナ、天命のバルキリー教官、村田姫子の先生だ。お前は彼女を死なせ、突撃隊を壊滅させた。偶然作戦に参加していなかった姫子だけが生き残った。しかし彼女は帰る場所を、先生と仲間を失った。居場所を失った彼女は本部から離れ、遠い極東に行くことになる。皮肉なことに、そこで彼女はまたお前に出会った。私たちにそんな記憶はない。あんたがそんなことを知ってるわけがない。しかしこれにはわかる。彼女の迷い、苦しみ、あがきはその最後で走馬灯のように現れ、プレイグジェムに細かく記録された。見ろ、彼女の運命は完全にお前にもてあそばれた。お前が彼女の人生を変え、彼女に死を与えた。まさに茶番だ。村田姫子、彼女こそが最高の証明じゃないか。お前が思うヒーロー、理想の殉道者だ。彼女は自分自身を燃やし、希望をお前に押し付けた。そしてお前は罪を償うために生きる屍となった。あんたはただ彼女を憎んでるだけだ。いや、キアナ、私はこの半年間お前の目を通して、お前の一挙手一投足、お前の体験した全て、喪失、離別、繰り返す失敗を見てきた。お前は全身全霊で赤の他人を助け続け、命を落とし、友とも離れ離れとなった。その結果お前は人間どもに恐れられ、仲間外れにされ、後ろ指を刺されてしまう。奴らはお前を受け入れなかった。お前の力を恐れているんだ。だから徒党を組んでお前を仲間外れにし、お前に責任感を植え付けた。そうすることで安心してお前に守ってもらえるのだ。お前に救われた人たちはこれからも次から次へとやってくる悪意に押しつぶされ、しまいには自分の不幸をお前のせいにすることもあるだろう。そしてお前をヒーローだともてはやす人たちは、偽りの仮面をかぶり、ただお前を利用してお前に近づき、お前を壊そうとする。お前に感謝していた人のことを覚えているか。確かソルトレイク基地のスタッフだったな。彼女もクグツの一員だ。彼女がネゲントロピーの情報を漏らしたせいで、律者は二度も簡単にネゲントロピーの基地に侵入することができた。それが村田姫子が命を犠牲に手にした結果だ。お前は永遠に奴らを救えない。なぜなら奴らは救われたいと思っていないからだ。この劇場にいる人たちはみんなそうだ。そしてこの劇場の外の世界も相変わらずそう。テレサ、ジークフリート、セシリア、みんなそうだった。彼女たちの全員は別の悪意に踏みつぶされ、一生をかけた努力は一夜のうちに蹂躙され、信じてきた理想も価値のないものとなった。そんな世界を前にして、お前はまだ美しい世界を守るために戦うなんて言えるのか。
私は信じることにする。口だけの偽善者め。私はいろんな人の夢を見てきた。律者のコアに残された意識の残響、記憶のかけら、彼らの人生、誰しも苦しい思い出は持ってるし、窮地に立たされて絶望を感じることもある。けどその後、彼らは必死に立ち上がって傷だらけでも生きようと頑張ってきた。善と悪はまるで私とあんたみたい。誰の心にも存在して、同じコインの両面、離れることのない光と影みたいなもの。確かにあんたの言った通り、世界は美しくない。だから人々は美しいものを心から望む。それが私の理由だよ。善と悪が共存するからこそ、悲劇を乗り越える明日を作るため必死に努力しないといけない。誰にでも世界をより美しくする機会があると私は信じてる。善意を持つ人はこうやって現れ、受け継がれていく。たとえ自分の結末は美しいと言えなくても、恥ずかしくはない、堂々とした人生だよ。私の周りにはそういう人がたくさんいる。彼女が、彼女たちがそうしたから私はここにいる。だから私は彼女の理想を、彼女たちが守ってきたものを信じたい。私がここにいる限り、彼女が、彼女たちが燃やした魂は永遠に消えない。善は信念が必要なものだが、悪には必要ない。そう、だからこそあんたやあの支配の律者はこの信念の強さを甘く見てた。これではっきりしたようだな。私たちが相入れる余地はなく、互いを理解する可能性もない。珍しいな、私たちの意見が一致するとは。もはや会話を続ける必要はない。お前と私、一人しか残れないんだ。あんたももう怖くない。さあ来て。全力で意味のないあがきをするといい。今こそ裁きの時。残念だ。先ほどお前がそいつを倒すことができていたら、敵は一体減っていたのに。どうしたんだベナレス、なぜ攻撃しない？まだわからないの？なんだと？ベナレス、ベラはシーリンの友達。彼女はシーリンが幸せになってほしいと心から願ってた。私たちはシーリン、彼女の願いから生まれた意識で、シーリンの可能性なの。ただ私たちは違う道を選んだだけ。あんたの心にあるのは世界を壊す欲望のみ。でも私は自分の信じたいものを守りたいと思ってる。ベラにとって私とあんた、どっちの方がシーリンのなりたい姿だと思う？ベナレスがお前を選んだとでも言いたいのか？彼女は私たちに戦ってほしくない。彼女もあんたを救いたいと思ってる。憎しみを捨てて
幸せになってほしいと思ってるんだよ。彼女が選んだのは彼女が見たいシーリンなんだ。私の舞台だ。私の命令に従わない奴に存在する資格などない。消えろ裏切り者。デナレス裏切り者を味方にしたからって勝利した気になっていないだろうな。どうやらお前は自分の使っている力がどこから来ているのか忘れたみたいだ。調子に乗るなよ虫けら。お前に奪われた力、そろそろ返してもらう。これでいい。空の律者の力はもともと私のものだ。お前は借りたものを使っていただけに過ぎない。まさか思い通りに使えていたから自分の力だと思っていたか。さあ正々堂々と決着をつけようじゃないか。